分お答えいただいた方たくさんいらっしゃいますよね。ですよね。お、会場にも手を挙げて、はい、ありがとう答えましたって。大丈夫、蛇が、ちょっと先生聞いてないですよ。蛇が、蛇が暴れてます。大丈夫です、腹筋もできるよ。何さしとんねん。できるよ。すごいな、テラシーより使いこなしてるじゃないですか、蛇を。小動物には好かれる価値なので、僕は巻かれてるだけですから。じゃあ続いては、スワベさん。俺はいいよ。いやいやいや、やってください。いいそうです。遠慮するとこですか、それ。わかりました、やらせていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。すごい、本物。似てた、似てた、大丈夫でした。似てた、よかった、よかった、よかった。もう守っちゃって、あったかいだった。お気に入りなんだよな。大丈夫です。オノディも似てたよ。似てた、そっくり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 でした。ユサさん、あったかいんだから。やめなさい、やめなさい。楽しい、これ楽しい、なんだし人のネタ取るなし。いやいやいや、あんたでしょ、あんたでしょうが。最初あんたでしょうが。宮野さん、小野さん、寺島さんでお願いしたいと思いますが、やってやるって、行こうぜ、おい、やろうぜ、やろうぜ。あ、なんだこの部活みたいな感じ。我々見守ってるだけなのかね。そうですね、見守りチームは後ろから声をかけるよ。泣かないで、泣かないで、泣かないで、頑張って、ボケて。やってる最中はちょっと勘弁してもらえますか。さすがに。ノイじゃないよ、ノイじゃないよ。ママちゃん面白い顔して。周り全員的ですよ、小野さん。どうやら、なんで迎え撃つ気満々なんですか。さあ、それではですね、やろうよ。小野さん本気で言うてはる。マモちゃん、ここから小野さんは立ち入り禁止だ。デラシで、マモちゃんが言ってた。出口はあっちって、ゲーテが言ってる。ご親切にどうも、テラシ。さようなら、永遠にって、ゲーテが言ってる。シまさかの蛇の名前がマモちゃんだと理解したところで、マモちゃんはどういう性格なの。マモちゃんは、クラスの人気者です。おー、ありがとう。あったかいんだから。また出た、この現場、この現場あったかいんだから。ほんとそうだった。外で会うとね、ここです、ここです。声高っ。スワベドさん、スワベドさん。ドッサン、お前はここやでーって。おかしい、おいどんはここでごす。もうそれスワベさんもおかしくなっちゃって。あはー、俺だけやらないんだよ。おや、もしかして、もしかすると声優殺す気か。引く、引く。あ、いいね、いいね、ジーカさん、いいね。リハーサル通りにこれが落ち込んだやつがうまくいってるね。さすがだね。あ、大丈夫みたいです。ネタ仕込んでるね、仕込んでるね。あ、ダメですね。マイクスタンドこれやばいやつだね。手で持ちましょうか。なんか皆さんのいいシーンで面白くなっちゃっても。俺台本持ちましょうか、カジさん。俺持ちましょうか。台本は持ってます。大丈夫、裾めくりましょうか。めくる意味がわからない。生アフレコで裾めくるシーンないでしょ。
お家帰る？お家帰る？お家は大丈夫？仕事してから帰ります。やれる？頑張れる？ちょっと低い。大丈夫？いいね。いいね。いいね。俺これでやります。大丈夫です。はい。さすが。さすが。じゃあ早くしてくんねえかな。さあ頑張れ。残念ながらちょっとカズさんは手持ちでここはご参加いただきたいというふうに。はい。声が遅れて聞こえてくるでしょう。どうぞお召し上がりください。ん？なんかセバスチャンさんが喋んなかった気がしたけど、あれ、お兄さんたちのせい？なかなかできない。だが、ただ脇が甘い！前野くん。服の乱れは心の乱れだ、カジ君。え、万が一に対応できてこそ一流の声優だ。ありがとうございます。セリフが少ない。いや、気持ちをね、代弁して、ありがとう。あの、予想外のトラブルもね。そうね、ありましたけど。何があったんですか、あれは。ちょっと遠征中継みたいになってましたけど。ちょっと現場の方に聞いてみたいですね。そう、現場の方に聞いてみましょう。何があったと。小野さん、小野さん。現場の、小野。やっぱりちょっと電波の環境悪いみたいですね。バイクのね。ブラジルあたり。いやびっくりした。ここ真っ黒になっちゃった。そうそう、なりましたよね、一瞬ね。びっくりしました。さすがのかわし方でしたか。かわしましたか。かわせましたか。かわせました。素敵でした。フランス語ではないですからね。ウィウィ。どうしたことでしょう。お二人とも声優さんという商売なのに動きが面白いってどういうこと。顔声優ですから。俺に向けてそれやっても皆さん分かんないですか。今今日一のスマイルだから。こっちにやっちゃダメです。カジさん、何を今受け取ったんですか。ちょっと教えていただけると。素敵な笑顔です。素敵な笑顔。今この時を楽しく生きてます、彼は。きっといいお芝居を。あ、その通りで、よかったです。その印僕に契約しちゃうから。喋っていいんですよ、もう。もう言ってください。はい、さあ、それではですね。おいおい。ほら、どうした。そのクスッとせんと。ほら、ニコって。ほら、はよニコってしてみーって。ニコって。いや、ちょっと笑ってるだけやないか。ほんまかにな。アフレコしとった。今これ録音のやつでいいんじゃないか。ずっとしてへんかった。うん、ずっとシエルと喋っとったわ。ほんま、マモちゃん、堪忍な。もう、ええねや。エロ、大きに。すんまへんでした。ほんま、すんまへんどうした。ほんま、すんまへんどうした。どうした。あ、どうぞどうぞ、お席にお戻りいただきまして。ね。ただ、こう、アフレコとしては、笑いの声だけをこう入れていただいていた小野さんですけれども、よく見ると、ね、今の演技中はずっとこう、親指で飛ばすところは全部やっていただいてましたよね。ごめんなさい、それだけやってると。ググ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 こまさかの石を飛ばせ、石を。何をグーグーグーやってんの。石を飛ばしなさいよ。かんにんな。まさかの江戸晴美ですけども、そして、こちら今ですね、一応どのシーンだったかというと、黒羊ブックオブサーカス第3話、その羊採用からだったんですが、シーンの入団テストのシーン、こちらにはですね、カノンさん、普段見られないシエルのスマイルが特別に見えました。あの場所にアンダーテイカーがいたら爆笑してると思って笑いましたっていう話があるんですよね。諏訪部さんも、ああいうことを、はい、まあ、そういえばこう芸をさせるシーンとかもね、ホームページありましたけど、こういうのを見たいんですかね、アンダーテイカーは。どうかな。なんで、なんではにかむんですか。何その言い方。多分僕もそうだと思うよ。ミュージシャンか。誰なんだろう。ミュージシャンか。
確かに、はい、大物ミュージシャンが娘を語るみたいになってますからね、今ね。くれぇ、かわいい。そう、完全に笑ってましたけどね、今ね。ロー人形に、こらダメなやつね、それ。それダメなやつでしょうよ。うん、エロすまへん。もうええねや。お気に。本当にこれ聞けば聞くほど、なんだろう、宮野さんがジョーカーとイコールに見えすぎるっていうのはそうですね。やるって言ってたのにやんないのかよ、やんない、やんないみたいな。一人でダジャレ言って終わるみたいな。いや、そうなんですけど、皆さんがこう、はい、ね、名シーンのアフレコで結構アドリブ入れて、お客さんの反応も良かったんで、こう待ってる間にあの僕らのハードルがどんどん上がっていって、どうしようみたいなね、思いますよね。でもちゃんとそういうなんかこんなのどうだろうって提案に対していいですねって、ちゃんとそれ以上のものを返して、どうした、なんかこっちので面白いことが起こってたみたいな、それなんかそれ以上のものを返してくれるから、やっぱりすごいなと思って、うん、どうした、良かったですよ。そう言ってもらえると、おかげで全然中身が頭に入ってきません。確かに本編のね内容が、くれカジさん、トーチさん、ユサさん、木村さん、小野さん、はい、はい、スタンバイしていただきたいと思います。前にお進みいただけますでしょうか。よい、そろそろ木村さん何かやっていただけないと秋が来てるような感じがするんですよ。あ、そういえば俺出演者でしたね、今日。口が回んなくなってきてた。周りの人たちがちょっとエンターテイナーすぎてね、思わずお客様気分になってしまうかもしれませんが。すいません先生、前野くんが全然喋っていません。僕はあれだったんですよ、あのテレビアニメの本編は1話しか出番がなかったんです、最終話。あ、そうか。そうなんですよ、前野さん10話からやっとフィップス出ます、でも10話で最終回ですって言われて、そんなバカなって言われて。そうなんですよ。前野くんじゃあやる。あ、変わろうか。できへん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 。じゃあカジ君こっちやる。めちゃくちゃなっちゃう。なんでここで入れ替える必要ある。俺たちは見守ってるから。見守ってます。台本見なくても大丈夫です。励まして、お前たちの戦い見守ってるぜ。いい声なもん。起きて、寝てる、見守って、起きて、ちゃんと見守って、どうぞ。はい、キャップお返しします。本当にあのカジさんの台本が僕の手元に投げられているというですね。台本持たなくてできるんだ。カジさん覚える、暗記してるからね、カジ君は。さすがや、さすが天才子役。子役、え、かわいい。間違った。今年30だわ。来た。おめでとうございます。ありがとうございます。祝われるとは。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとう。それではおめでとう。カジ君頑張れ。どこへ行かれるんですか。仕事道具を取りに行くだけさ。脚本の締め切りがあるんだよ。だからそんな非現実的な人間がいるわ。ちょ、カジ君本当にあれだけ。一体どういうこと。お前はということは、こいつが人殺。では皆さんもスティーブン・セガールと気軽に呼んでください。くれ。今回ね、ジェレミー役の方がね、ブッキングできなかったね、代わりに小野くんにやってもらったんですけど。そうなんです、僕が代わりです。僕代役ですから。誰ですか。スティーブン、いやいやいや。結局3年も言わないです。小野です、小野。そっちも一生懸命考えてる。セバスチャンもジェレミーも小野大輔です。そう、セバスチャンも。そっちですか。そっち翻訳ですか。それ翻訳なんですけど。それ翻訳なんです。ずっと3期まで来たんですけど。あんたいただろ。収録の時一緒にいただろ。いやでもやるたんびにね、ジェレミーですってやるたんびにちょっと似てないっていう話をするわけですよ、みんなが後ろで笑ってるし。なんだったらテスト中ずっと笑ってるし後ろで。そうでしょ、うん、モリシャンさんも笑ってたもんね。モリシャン、モリシャンね。フランス人、フランス語講師のね。モリシャンなんでずっといいんすか。だってジェレミーでフランス語とかもあったから。一瞬。あ、そっか、うんうん、どんな、うん、うん、フランス語でて、エッフェル塔。覚えてない。エッフェル塔見たいな。もはや見たいなって言い出したんだ。凱旋門。
もう 100% 日本語じゃねえか。モンサンミシェルも行きたいな。止まらない。怒られる。そろそろ尽きるぞこれ。フランス怒られてしまう。フランス知識もうない。もうないんじゃない。フランスまだもう一声。もうからのからのリュクベッサン。そうなってきた。諦めた。もう一丁。もうない、もうない。フランスパン。フランスパン食べたいな。いうね、やっぱりこうあの小野さんの、はい、まあこの演技に対する、はい、いいフランスパンだったな。いやでもいいじゃん、あのセリフあったんだし、カジ君の気持ち考えてみろよ。そうだよ、今その陰に隠れてるけど、彼はもう良かったなと思ってる。僕いじられずに良かったなと思ってる。アフレコの今日の仕事、はっしかないです。しかも一同です。生アフレコっつってんの。楽しかった。最高のへをお送りしました。楽しんでいただけましたでしょうか。すごい、随分高いへだよね。いやー、気持ちよかったです。ありがとうございます。